試合が途中で止まってしまいます。十分に注意してください。ダウンを取ったら速やかにニュートラルボールにですね、拍手して。ほら！Thank you.
はい。話しっかり頼めるよ。始まる前に立てた作戦をそのまま実行できて、今回は初めて計画的に
もう本当冷静に戦えたので本当に良かったと思います。はい、それでは対戦相手の西牧選手とは試合前、試合後で戦ってみて感想をお聞かせください。はい、試合前は多分結構ガツガツ来るんじゃないかなと思って、それに対しての対策でカッティングやミドルで遠ざけて最後にハイを当てれればいいかなって思ってたんですけど、結構試合やってみたら結構距離が遠かったんで、自分の距離でずっと戦えることができたから、まあ良かったですね。はい、それでは最後に今後の目標を聞かせください。はい、今回 KO 勝ちできたんで、もっと KO 勝ちしましたから頑張ります、これからも。